令和4年8月21日日曜日の登竜門カップです。ご準備ください、ご準備ください。予選第1ラウンド A グループ、出走ドライバーはかっちゃん真瀬選手、かずちゃん渡崎選手、赤木選手、水越選手、鴨選手。いいですか、ウォーミングアップラン。はい、前列グリッド、かっちゃん、かずちゃん、赤木選手、鴨選手、かっちゃん、かずちゃん、赤木選手、鴨選手、前列グリッドお聞きください。はい、スターティングマーシャル、ありがとうございます。では参ります、登竜門カップ決勝 A グループ、決勝じゃん、今決勝じゃん、もっと言い直そうかな。では参ります、登竜門カップ予選第1グループ第1ラウンド、3分が周回です。スタートです。スタート10秒前。さあスタートしました。スタート直後クラッシュだった。さあオープニングラップトップでか、おっと、いた先頭。はい、ありがとうございます。トップかっちゃん、2番手水越、3番手かっちゃん、4番手わっさん、5番手赤木、6番手マセ、7番手カモ。さあクラッシュだった。さあこれでかっちゃんトップ。さあトップかっちゃん、2番手かっちゃん、3番手わっさん、4番手マセ選手、5番手水越選手、6番手赤木選手、7番手カモ選手。さあ登竜門カップ予選第1ラウンド第1組、登竜門カップは、まあ、クラス分けはもちろんなんですが、実力も鑑みて店長が組み分けを行っております。残り2分、さあ残り2分です。ですんで、エキスパートの方とビギナーの方が一緒にレースするとかは基本ありません。A グループはワイドと AWD、 レースに慣れた方々ばかりが走行しております。さあトップは変わらずグリーンのマシーン、ストレート転倒出ております。ストレート転倒出てるよ。ストレートまだまだまだ、はいクリア。さあレッスンは残り1分20秒です。残り1分20秒、トップは依然カズちゃん、2番手カズちゃんが後方 0.6 秒、3番手ワッタン、4番手マセ、5番手水越、6番手赤木、7番手カモ。残り60秒。さあ残り1分です。3分間周回レース2分が経過いたしました。トップカズちゃん、2番手カッちゃん、3番手ワッタン、4番手水越マセ、いや入れ方、水越4番手、5番手マセ、6番手赤木、7番手カモ。残り30秒。残り20秒。残り間もなく10秒。残り10秒。さあ残り10秒。さあファイナルラップトップグループ。カズちゃん、カッちゃん 0.7 秒。ワッサンがギリギリ3番手追いついてきた。さあしかしここでゴール、ゴール、ゴール。ゴール、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 もう1台。はい、出たゴールです。トップゴールはカズちゃん、20ラップ、3分2秒1です。はい、登竜門カップ予選第1ラウンド A グループ終了いたしまして、続きまして第2グループへ参ります。 B グループですね。 B グループはノーミスクラス車両で歩き座ります。ご準備ください、ご準備ください。 B グループ出走ドライバーは森山選手、塩坂選手、堀田選手、玉岡選手。はい、じゃあ横一列です。 B、C はそれぞれね、同じカテゴリーが4台ずつ綺麗に揃ってますんで、B はノービスクラス、C はナロードリンクラスです。
はい、スタートのマーシャルありがとうございます。では参ります。登竜門カップ予選第1ラウンド B グループ3分間周回です。スタートです。スタート10秒前。さあスタートいたしました。スタート直後ちょっとクラッシュがあって1台押し込まれたか。さあオープニングラップまだまだ分からない。さあトップは FC3S、 いやトップは白の赤はこれ塩坂選手、塩坂森山ほいや、三馬岡堀田の順。さあ序盤少しクラッシュが目立ちましたが、さあ少し落ち着いたか。残り2分30秒です。序盤30秒が経過いたしました。登竜門カップ予選第1ラウンド B グループノービスクラッシュ車両で争われております。さあトップグループセルズノーザー清坂バース森山、さあそこに3番手玉岡、4番手堀田。さあ各車いいドライビング。うわさあクラッシュだった。さあ森山が前に出た。さあ2番手勝手塩坂、3番手玉木、4番手堀田。さあレースは序盤の1分が経過いたしまして、残り2分です。残り2分、登竜門カップ予選第1ラウンド C グループ B グループ。さあこれでトップ森山が少しずつ2番手塩坂との距離を広げてきた。その差は1秒差。そして2番手塩坂、3番手堀田、ここは 2.3 秒差。3番手堀田、4番手玉木が 1.8 秒。それぞれまだ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 予断を許さない距離。さあトップ森山選手、白地に赤いラインの入ったアウディ RE と現在1コーナーに入っていく。それを追います。白地に赤い模様の入ったマシンがマクラーレン 12C 塩坂選手、その後ろ青白のマシンが堀田選手、その後ろ電飾の RX7 玉木選手。レースは残り時間間もなく1分となります。3分間周回レース2分が経過いたします。残り1分、残り1分、残り60秒。さあレースは残り1分切りまして、依然トップは森山、現在最終コーナーからストレート1コーナーに入っていく。白地に赤いラインが入ったアウディ R8、 それを追います。マクラーレン 12C 白赤のマシンがこちら塩坂選手。さあその後ろ堀田がじりじりと詰めてきた。清坂 VS 堀田、さあ2番手争いが注目。さあ玉吉もまだまだワンチャンあるぞ。残り30秒。さあ残り30秒です。残り30秒。さあトップ森山このまま逃げ切れるか。さあ2番手清坂、3番手堀田。さあこの周で1秒切って 0.5 秒差。さあ残り時間は15秒、あと1周半というところ。注目2位争いだ。残り10秒。さあファイナルラップとなるか。さあ森山もう一周入るか。さあ森山もう一周。さあ2位争いどうだ。お、入った入った。あ、堀田ゴール、堀田ゴールです。さあ玉吉もゴール、レース続行中。あの間に周回の切れ目がありますか。はい、お疲れ様でした。トップゴールは森山選手、18ラップ7秒86。塩坂選手もナイスドッグでした。はい、お疲れ様でした。続きまして予選第1ラウンド C グループへ参ります。ご準備ください、ご準備ください。2番エントリー。さあ登竜門カップ予選第1ラウンド続いて C グループ3番エントリー。現在ウォーミングアップランです。4番エントリー。はい、いいですか。では横一列スターティングリードを並びください。さあナロートゥーンクラスはスープラワンメイク状態。はい、ありがとうございます。では参ります。登竜門カップ予選第1ラウンド C グループ3分間周回です。スタートです。スタート10秒前。さあ早めの車転周になる。さあ1コーナーでクラッシュがあった。あーっとさあ1台抜けた。クラッシュ車両もクラーテント、マーシャル。さあ1台テント。さあトップ帰ってきたのは黄色いマシン、黄色いマシン西村選手。2番手白いマシンが高城選手、3番手白青が松村選手、そして4番手ブルーのマシンが浮谷選手。
さあトップ黄色いマシン西村選手、序盤からリードを奪う。2番手高城選手が後方3秒。さあ3番手松村選手が少しミスがあったが同じく3秒。4番手浮谷選手はその後ろ、5秒ですね。さあ序盤1分が経過いたしまして残り2分です。さあそれぞれ距離のあるレース展開となります。序盤戦レースは残り2分です。残り2分、黄色いマシンがトップ西村選手、2番手高城選手後方 4.4 秒、2番手高城、3番手松村がここが 2.6 秒、3番手浮谷がその後ろ5秒。おっとさあ松村選手がミスだった。さあこれで、いや浮谷選手も同じところでミス。残り時間は1分30秒、折り返し地点です。折り返し地点3分が周回です。トップ西村選手ぶっちぎっております。さあベストラップも1台飛び抜けて速い。さあトップ西村 9.7 ベスト、浮谷さんが今ベスト 10.2、 松村さん 10.2、 めちゃくちゃ速いですね。残り60秒。まあでもぶつかってないからな。わかりました。あの扱えるパワーは出してよしとします。WML はミスってるやつが早い遅い言うなっていう話ですわ。ぶつかってへんやから別に早くてもええよ。ぶつかってる人が早い人はもっとぶつかるから、ね、残り30秒。残り30秒。さあトップイエロー西村選手ぶっちぎっております。ベストラップも他の車両よりも 0.5 秒速い。まあただちょっと聞きますけど、そのモーター大丈夫だよな。一応聞いておきますけど大丈夫大丈夫って言うてるから大丈夫。 OK、 もう二度と聞きません。さあ、まもなくタイムアップ、ゴールゴール、連続途中。ゴール、はい、全車ゴールです。トップが西村選手、18ラップ3分1秒13。西村さんはどうしようかな、ノービスに出てもらう一応今、ノービスとナロを合わせて西村選手はトップタイムです。はい、続きまして D グループ GP6 クラス8本でやってくださいね、くじ引きで。綿崎さんが訳のわからんところでやりますんで、その他の方は8本くじ引きでやってください。続きまして予選第1ラウンド D グループ GP6 クラス車両で争われます。出走ドライバーは9台、塩坂選手、松村選手、綿崎選手、赤木選手、堀田選手、西村選手、水越選手、玉岡選手、浮谷選手。はい、操縦台お決めになりましたら、ウォーミングアップランご走行ください。はい、よろしいですか。では、スターティングリードを打ってください。塩坂選手、綿崎選手、堀田選手、水越選手、浮谷選手。前列です。はい、それでは GP6 クラス予選1回目、スタートします。スタート、10秒前。スタートのオープニングトップで帰ってきたのは割った。続いて浮谷さん、西村さん、松村さん、玉吉、ホッター、鍵、塩坂、水越。トップは何やったかな、これネオプラスチックレーサー、ネオプラスチックレーサーの割った。続いてウッキー、ブルーのウッキー。3番手には松村選手、4番手に上がってきたのは誰やろ、浮谷玉吉、
山木ね、黄色に木村さん、赤木さんがグリーン、残り2分、完璧、トップはあったに、ユッキーと松村さんが迫ってきた。おっと、ここでユッキーが前に行かしたか、松村さんを。2番手に松村さんが上がってきました。あれ、どうした、絡んだ、あかんで、寄せやからね、こんな 0. 何秒しか変わらへん。順位整理します。真ん中こけてるよ。こけたの誰だ、わからん。バッタン松村、ウッキア赤木、水越玉木、塩坂西村、堀田の順番でしょうか。やっぱね、下に立ってるとね、回せら入った、これマジで。トップはバッタン、ネオクラシックレーサー、ネオでクラシックね、はい。残り30秒、残りは30秒。残り10秒、残り10秒、ファイナルラップ。タイムアップ。3番ゴール、1番ゴール、8番ゴール、5番ゴール、9番ゴール、7番ゴール、2番ゴール、10番ゴール、6番ゴール、16周の3分4秒。ちょっと待って、ちょっと待って、はい、お待たせしました。続きまして予選第2ラウンドに参ります。 A グループ出走ドライバーはバッチャン・マセ選手、カズちゃん・綿崎選手、赤井選手、水越選手、塚本選手。はい、いいですか。では前列グリッド、マセ選手、綿崎選手、水越選手、マセ選手、綿崎選手、水越選手、お三方前列グリッドをお聞きください。はい、スターティングマッシャル、ありがとうございます。では参ります。登竜門カップ予選第2ラウンド A グループ3分間周回です。スタートです。スタート10秒前。A グループ先ほどはカズちゃんが20ラップの3分2秒トップタイムをマークしております。さあスタートしました。はい、1台順当が出て、さあオープニングラップトップで帰ってきたのは、おっとクラッションが響いた、成功イエローの松水越選手、2番手カズちゃん、3番手カズちゃん。さあこれでトップ変わってカツちゃん、先頭出たクリア、トップカツちゃん、2番手水越選手、3番手カツ、さあクラッシュあって、2番手カズちゃん、3番手赤木選手、4番手水越選手、5番手カモ選手、6番手マッセ選手、7番手バッタン。さあトップカツちゃんが抜けてる展開、2番手カズちゃん、3番手、おっといった先頭起こしてあげて、もうそこでいいですわ、そこで起こしてあげていいですよ、戻さなくても。ああ、大丈夫、多分壁痛いね、ネジが痛いんですよ、死ぬほど。あれ、不健康な人ほど痛いらしいですわ。さあトップはカッちゃん、カズちゃんがすぐ後ろ。さあコンマ3秒で1位2位の距離、3番手には赤木選手、赤いアウディアレイト、4番手蛍光イエローのマシンが水越選手、1回転倒、5番手、松井選手、6番手ワッタン、7番手鴨選手。さあトップグループ、いやカズちゃんがミース。さあ最終コーナーでビッグだった。さあこれでカズちゃんトップ単独、2番手カズちゃんが2秒と、ああ刺さった、はい、ありがとうございます。
残り時間は1分20秒。3分が周回です。半分が経過しております。トップカズちゃん、2番手カズちゃん、3番手、赤木選手が食らいついている。カズちゃんの後ろ 0.5 秒だ。4番手はそれどうなった？4番手にマセワッタン。ま、いや、ワッタン見せてる。マセ選手はこれで単独で白いマクラレン。おっと、転倒。はい、走ってる車優先で。はい、ありがとうございます。残り1分、残り1分。さあ、依然トップはカズちゃん、2番手カズちゃん、3番手赤木選手、4番手マセ選手、5番手水越選手、6番手ワッタン、7番手カモ選手。さあ、残り時間は間もなく30秒です。残り30秒さあ、トップカッチャンが現在1コーナーから2コーナー、カズちゃんがその後方 3.4 秒、グリーンのマシン、3番手赤木選手が赤いマシン、4番手マセ選手が白いマシン、5番手水越、6番手ワッタン、7番手カモ。残り10秒切りまして、残り5秒です。残り5秒、刺さってる。タイムアップ、さあタイムアップ、次からゴール。まずはカッチャンゴール、マセ選手ゴール、ゴールゴールゴール、レッドコッチュ、もう1回、はい、次3番です。トップコーラカッチャンの20ラップタンプ、3秒33。さあ、A グループが順位確定です。はい、では続きまして B グループご準備ください。はい、それではスターティンググリッドについてください。はい、スタートします。スタート10秒前。オープニングトップで勝ってきたのは玉木選手。玉木氏、森山選手が2番手、3番手には塩坂選手、4番手に堀田選手。残り2分。残りは2分。依然トップは玉木選手、2番手森山選手。残り1分5秒。残り60秒。残り30秒。
残り10秒。残り10秒。タイムアップ。次からゴールです。2番ゴール、4番ゴール、3番ゴール、1番ゴール、トップゴールは玉城選手。はい、よろしいですか。それではスタートします。スタッフィンググリッドついてください。C クラス。はい、スタートします。スタート10秒前。いいスタートしたのはウッキー。はい、で村松に、ここに来る。お、分かります。慣れてるね。これさあ、トップグループは浮谷、西村、松村の順。松村に西、うまい、うまいっす。西村さんが抜群にうまい。さあ、黄色トップ西村選手、2番手ブルーの町浮谷選手、3番手松村選手、4番手高城選手。さあ、おっと、一回転倒。あ、いや、しかし水があった。さあ、これトップ入れ替わり。レースは序盤の1分が経過いたしまして、残り2分です。残り2分。トップ浮谷、2番手西村、3番手松村、4番手高城。もさあ、再びトップ西村、最終コーナー気をつけてね。2番手浮谷、3番手松村、1、2、3、少し間が空いて4番手に高城。さあ、 C グループはナローツーリンクラッシャー用で争われております。ああ、転倒、戻った。でもボディ外れた。一回下げてください。さあ、ドンマイ、まあ予選ですから。さあ、変わってトップに立った浮谷選手、2番手松村選手。さあ、ここが 0.7 秒差。3番手高城、4番手西村。さあ、残り時間は残り1分です。残り時間1分。さあ、トップ浮谷、ブルーのマシン、後方松村と続く西村選手をワンラップ。あ、塩坂さん、すいません、あの、ね、計測ラインちょっとゆっくりこっち戻してもらっていいですか。計測、あの、いや、バギーコースにはみ出てる計測ライン、そう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 、ごめんなさいね、すいません、お客さん使ってほんと恐縮なんですよ。はい、残り時間30秒です。残り時間30秒。ありがとうございます。さあ、トップ浮谷、2番手松村、テルスノーズ。さあ、これで、おお、うまいね、潰さん限りは。どんまい。さあ、残り12秒。残り10秒。さあ、残り10秒。さあ、まもなくタイムアップ。タイムアップ。さあ、ゴール、ゴール、ゴール、レース続行中。ドライバー動かないでくださいね。はい、電車ゴールです。トップゴール浮谷選手、17:00381。さあ、 C グループまで集計を終わりまして、はい、続きまして D グループご準備ください。さあ、 D グループ GP6 クラッシャー寮で争われます。出走ドライバーは塩坂選手、松村選手、綿崎選手、赤木選手、堀田選手、西村選手、水越選手、玉岡選手、浮谷選手、全9台走行です。はい、スタートです。はい、では参ります。トーリウムモーカップ予選 D グループ3分間周回でスタートです。スタート10秒前。
さあ、スタートしました。三段転倒、きれいに。さあ、トップで帰ってきたのは、お、最内前列、西村選手。2番手、ワッタン。3番手、赤木。4番手、さあ、3番手、やめたげて。さあ、残り2分30秒です。残り2分30秒。トップ、西村、黄色いマシン。2番手、ネオクラ、ワッタン。3番手、松村。4番手、玉木。5番手、浮谷。6番手、水越。7番手、塩坂。8番手、赤木。9番手、堀田。焦げた。地味に焦げた。焦げるときには派手にしましょう、派手に。さあ、トップは黄色いマシーン、西村選手。GP6 も絶好調ですね。さあ、2番手松村が後方 2.4 秒、3番手に玉木、4番手浮谷、5番手水越、6番手塩坂、7番手バッタン、8番手赤木、9番手ホッタン。さあ、レースはまだまだ残っております。1分40秒です。残り1分40秒、半分以上レースタイム残っている。登竜門カップ予選第2ラウンド D グループ、トップは黄色いマシン西村選手。さあ、2位との距離を広げてきた 1.7 秒差。3番手玉木、松村2番手との距離は 1.7 秒同じく。さあ、1位2位3位が等間隔の 1.7 秒差。4番手浮谷、5番手水越、6番手赤木、7番手塩坂、8番手ワッタン、9番手堀田。おっと、松村ミスがあったか。さあ、これで2番、3番、松村玉木、2番、3番、距離縮まっている。残り60秒。さあ、レースは残り1分です。残り1分。黄色いマシンがトップ、西村選手。2番手との距離はこれで 3.7 秒まで広がった。 3.3 秒差。さあ、2番手、いや、さあ、3番、いや、玉木が遅れた。さあ、玉木が遅れた。これで2番手は松村キープですね。3番手水越が上がってきた。4番手浮谷、5番手玉木、6番手赤木、7番手塩坂、8番手ワッタン、9番手堀田。残り30秒。さあ、トップ西村選手が、おっと、1コーナークラッシュ。はい、クリア。おっと、転倒。トップ転倒。さあ、これでトップは、いや、残り10秒切りまして、さあ、大反戦最終。さあ、タイムアップのコール、走り切ってくださいね。さあ、ちょっと、トップ入れ替わりがあった模様。さあ、ゴール、まだあと2台。はい、前者ゴールです。トップから松村選手、3分8秒22。松村浮谷が 0.5 秒差。トップから西村選手ね。西村選手。補欠は西村さん抜き切ってないね。松村さん。はい。了解です。では、集計結果、全レース結果出ます。登竜門カップ決勝レース参ります。A グループご準備ください。出走ドライバーは、片山選手、かっちゃん、わったん、水越選手、マテ選手、赤木選手、鴨選手。操縦台をお決めになりましたら、ウォーミングアップランご走行ください。さあ、 A グループはワイドツーリンクラッシャー両と AWD クラッシャー両で争われます。大丈夫？大丈夫ではないと思うけど、大丈夫か。はい、ではグリッドをつください。1番グリッドから1番グリッドポールポジションカズちゃん、2番グリッドカッチャン、3番グリッドワッタン、4番グリッド水越選手、5番グリッドマセ選手、6番グリッド赤木選手、7番グリッドカモ選手。はい、スターティングマーシャルありがとうございます。では参ります。登竜門カップ決勝 A グループ6分間周回レースでスタートです。スタート10秒前。さあ、スタートしました。おっと、一着が決まったが、さあ、戻って、危ない。トップか、カズちゃん、2番手、カッチャン、3番手、ワッタン、4番手、ミンコシ、5番手、マセ、6番手、カモ、7番手、アカミ。
いいですね、流れてます、いい感じいい感じ。ラストクラッシュ、落ち着いて。さあトップはグリーンのマシン、カズちゃん先頭に、カッチャン、ワッタン、水越潤トップと見たが、その後ろ待って、赤木、鴨本、続く。さあトップカズちゃん、しんどいながらもトップ走行、2番手カッチャン、3番手ワッタン、4番手争いは水越、マセ、ここは近い、ワオ入れ方、これでマセが4番手浮上、5番手水越。残り5分、さあレースは残り5分です、残り5分。トップカズちゃん、2番手カッチャン、3番手ワッタン、さあ1,2,3がほぼ数珠つなぎ三つどもえトップ争い、4番手に松井選手単独、白いマクラーレン TLBC、 その後ろ蛍光イエローの T1GTR 水越選手が 1.6 秒ですね。水越選手の後ろ赤木選手が 1.4 秒、その後ろにはトップグループが見えている。7番手には AWD 鴨選手、レース残り時間は4分10秒です。さあ6分間周回レース、残り間もなく4分になります。残り4分、2分経過。カズちゃん、カッチャン、ワッタン、1,2,3。4番手、マセ。5番手、水越。ここが 1.9 秒。5番手、水越。6番手、赤木遅れた 3.3 秒。7番手にカモ。レース残り時間は3分45秒です。残り3分45秒。おっと、ワッタンが遅れた。これでトップカッ、カズちゃん、2番手、カッチャン。ここが 0.3 秒差。さあ、3番手にはワッタン。さあトップカズちゃん、あっと、さあこれで粘った、しんどいながらも粘ります。さあカズちゃんトップ、2番手カッチャン、おっと、板前の出たがクリア。さあワッタンがその後ろ 1.3 秒。4番手争いどうなった、マセが単独4番手、5番手水越、6番手赤木、いやー苦しい、1コーナー、さすが。さあトップグループはクリアで、水越、赤木がこれで距離が縮まるか。残り3分。さあ、残り時間は3分切りまして2分50秒。6分間周回レース、折り返し地点を過ぎました。依然トップ、カズちゃん、2番手、カッチャン。さあ、1位、2位がテルズノーズ。一瞬ヒヤリとしましたが、カッチャンも乗って2番手キープ。3番手、ワッタン、ミスター。4番手、マセ。5番手、これで赤木が上がった。6番手水越、7番手カモ。レース残り時間は2分20秒、残り2分20秒です。さあ依然トップカズちゃん、2番手カッチャン。現在後半セクションから最終コーナー、ストレートの2台、グリーンのマシンが先頭カズちゃん、そのすぐ後ろぴったり白赤のマシンがカッチャン、 0.2 秒差だ。3番手は蛍光ピンク白のマシン、ワッタン単独、4番手マセ、5番手赤木、6番手水越、7番手カモ。さあ残り時間2分です、残り時間2分、6分間周回列、4分が経過いたしました。さあマセ赤木、これでワンラップとなるか。さあ残り時間は1分40秒です。さあカズちゃん、カッチャン、難しいラップマーカーの中も華麗にパス。さすが、お二人ともファイナルチャンプです。うまい。さあ、3番手はワッタン、先頭。4番手、マセ。ワッタン、マセ、4手2秒か ?5 番手、赤木。6番手、赤木、水越、テールツーノーズだ。あ、入れ替わった。さあ、水越、赤木が入れ替わって5番、6番。レースは残り時間1分5秒です。残り間もなく1分、トップグループ依然テールツーノーズ、残り60秒。さあ残り1分、残り1分、カズちゃん、カッチャン、テールツーノーズ。さあカッチャンが最後プレッシャー強度を上げてきた。
残り40秒さあ1分切りまして、トップ争い依然テールズノーズストレート2台さすがお上手ですね。残り30秒バッホーナイスバネクラッシュ。さあ残り時間15秒。残り10秒さあここでタイムアップ。さああと半周トップグループ。はい、ゴル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 。はい、電車ゴールです。トップゴール、カズちゃん2、カッチャン3位、ワッサンでした。めっちゃ走ってるやん、これ。はい、では続きまして決勝 B グループ、ご準備ください、ご準備ください。はい、ではグリッドを押してください。3番グリッドからです。3番グリッドポールポジション玉木選手、4番グリッド森山選手、5番グリッド塩坂選手、6番グリッド堀田選手。はい、スターティングマーシャルありがとうございます。では参ります、東洋モンカップ決勝 B グループ6分間周回レース、スタートです。スタート10秒前。さあスタートいたしました。ノーミスクラッシャー量で争われます決勝 B グループ。さあオープニングラップ、綺麗なラップとなった。トップ玉木、2番手森山、3番手アートクラッシュ。さあ2台からのクラッシュ、3番4番復帰に少し手間取って、順位は塩坂堀田で復帰、3番4番。さあこれで1位2位グループ、そして3位4位グループと序盤レース展開分かれることになった。さあトップは FC3S 玉木選手、トップ走行2番手森山選手が 0.3 秒でつける。レースはまだまだ序盤戦、残り5分強。さあそして3位グループもまだまだ分からない距離だ。塩坂堀田の順残り5分。さあ残り5分です。序盤の1分が経過いたしました。トップ玉吉、2番手森山、さあそして3番手争い、塩坂 VS 堀田、ここも近い。さあまだまだレースタイムは残っております。おっと3番手入れ替わり。さあこれで堀田が3番手に浮上、4番手塩坂。さあトップ争いは依然テールズノーズ、玉吉 VS 森山。さっきのね A グループ思い出してね。さあ残り時間4分20秒。あ、素晴らしいトップグループ。さあ序盤も2分、前、さあちゃんと見えてますね。あっと、さあまだまだまだラッキーラッキー、このラッキー生かしてね。さあこれでトップ玉吉、2番手森山のミスで距離が少し広がった。とはいえそれでもまだ1秒。さあ3番手堀田、4番手塩坂。さあレース残り時間は3分45秒です。6分間周回レース、トップ玉吉、2番手森山変わらず1秒、 0.9 秒ですね、1秒切っている。3番手堀田が前との距離は 3.7 秒、4番手塩坂が少し遅れて7秒。後方、さあ注目はトップ争いだ。電飾の RX7FC3S 玉吉選手、その後ろアウディ R8 森山選手が 0.7 秒、じりじりとその差を詰めてきている。そして3番手には青白のマシン堀田選手、4番手白赤塩坂選手。さあ再び1位2位テールズノーズレース、おっとサービスがあった。しかしここは待って、さあ森山選手前。さあここは様子を見た、まだまだレースタイム3分ありますからね。ここで半分経過、6分間周回レース半分が経過いたしました。トップ玉吉、2番手森山、大前トップ玉吉、まだまだ粘りを見せる。
さあマシン的には不利な面がありますが、こだわりの SC3SRX7 玉木選手と走行、さあ森山選手が後方プレッシャーをかける。さあ3番手は堀田、4番手潮坂。さあレースの方はあー戻ったのは森山、森山トップで戻った。さあ今度は前後を入れ替えてのトップ争い、トップ森山、2番手玉木。さあ今度は前後入れ替わった。さあ3番手堀田、まだまだねワンチャンありますよ。さあトップ森山ちょっと遠赤に引っ張りましたが、さあなんとかキープ。残り時間1分50秒、まだまだ2分弱。さあ堀田が前との距離 3.4 秒、これまだまだ粘ったらワンチャンもしかしたら落ちてくるかもしれんからね。さあ森山が2番手玉吉引き離しにかかるか。さあとはいえまだまだコーナー1つ分の距離 0.5 秒、トップ森山、2番手玉吉、3番手堀田、4番手塩坂。さあレースタイム残り1分15秒、残り1分15秒、まだまだ残ってますよ。さあトップ森山、2番手玉吉 0.8 秒、さあ堀田もまだまだ 3.6 秒粘っている。4番手に塩坂、残り60秒。さあ残り1分、残り1分。さあ森山玉吉 0.4 秒、残り45、まだまだレースタイム残り2周ってところ、いや4周ってところでしょうか。あー玉吉引っかかった。残りは30秒、残り30秒。さあこれで森山楽になった。あとは残り30秒、クルーズペースだ。さあ玉吉まだまだ最後まで諦めてはいけない。清坂堀田はワンラップやな、ワンラップ、うん、あー堀田選手がタイムアップ、森山トップゴール、ナイスドライビング玉吉2ゴール。はい、塩坂、まだもう一台。はい、堀田選手、全然ゴールです。お疲れ様でした。あと、福森山、2位、玉吉、3位、堀田選手でした。いや、いいレースでしたね。お疲れ様でした、6分間。はい、では続きまして、決勝 C グループ、ご準備ください、ご準備ください。出走ドライバーは、西村選手、浮谷選手、高城選手、松村選手。はい、スターティングマーシャル、ありがとうございます。では参ります、登竜門カップ。決勝 C グループ6分間周回です。スタートです。スタート10秒前。 C グループはナローツーリングクラッシャー用で争われます。さあスタートいたしました。緊張のオープニングラップ、さあトップ西村、2番手浮谷、3番手高橋、4番手松村安順。あっと苦しかった。さあこれで3番4番入れ替わり、あトップ西村、2番手浮谷、3番手松村、4番手高城。さあ序盤のつばぜり合いから隊列が徐々に伸びてくるか。さあトップ西村選手はぶっちぎりのペースを見せている。あと2番手残り5分。さあ再び浮谷、高城、松村の順234。レースは残り4分50秒ですね。あ6分間周回です。1分強が経過いたしました。依然トップは西村、おっと最終から見合った。
さあこれで4番手最後尾の後ろにはトップに西村が見えていた。トップ西村、2番手浮谷、3番手高城、4番手マーク転倒戻った、ラッキーラッキー。さあこれで3番手松村、4番手高城まあでも余裕ですわ。さあトップ黄色いマシンが西村選手、2番手浮谷、3番手松村、4番手高城。さあレースの方は残り4分です。2分経過いたします。さあ6分間周回レース2分が経過いたしました。トップ黄色いマシンが西村選手、2番手浮谷選手との距離は 5.6 秒差、2番手浮谷、3番手松村がこちらが 6.2 秒。さあ松村高城が3番4番、面白いバトルとなっている。その差は 0.5 秒差。さあ転倒はサクリア、ラッキーラッキー。さあこれで距離が広がって 1.5 秒差。さあトップ西村選手が黄色いマシン、2番手浮谷選手。さあこれで背中にはトップの西村が見えてきている。3番手は松村、4番手高城、ここがポジション争い一番近い 1.8 秒差。レース残り時間は間もなく折り返し地点の3分となります。残り3分、さあ6分間周回レース折り返し地点を過ぎました。黄色いマシン、トップ西村選手、2番手ブルーのマシンが浮き出せ、おっと、さあ3番手松村、4番手高城、再び距離が縮まってきている。さあレース残り時間は2分30秒となります。さあ中盤戦でトップ西村は2番手の背後まで来ている。さあこれで全車ラップですね。西村選手全車ラップ状態。さあ面白いところは松村 VS 高城、1秒切っている 0.9 秒差。レースの方は残り2分10秒です。さあトップ西村選手ぶっちぎりで逃げている。全車ラップ状態で残り時間は2分です。残り時間2分。さあ浮谷が2番手、3番手松村、4番手高城、おっと、さあ迷惑なミスやな。さあしかし、まあ、気分はトップ浮谷、2番手西村、気分は3番手松村、4番手高城。さあ行かせて、さあ西村選手が再び全車ラップ状態。レースの方は残り1分20秒です。残り1分20秒。さあ決勝 C グループはナローツーリンクラシカルで争われております。トップは黄色いマシン西村選手、2位以下全車をラップしております。2番手ブルーのマシンが浮谷選手、3番手白地にブルー蛍光イエローの模様の入ったマシンが松村選手、白一色が高城選手。レース残り時間は1分切りまして残り50秒。さあ西村が全車ラップを大きくリードを奪いました。2番手浮谷、3番手松村、浮谷松村2番3番が 6.5 秒、松村高城3番4番が 4.7 秒。レースは残り30秒です。残り30秒。残り間もなく15秒。残り10秒。さあ間もなくファイナルパ入りました。さあここで6分経過、ゴール、レース続行中。はい、ゴール、電車ゴールです。お疲れ様でした。トップゴール西村選手、2位浮谷選手、3位松村選手でした。お疲れ様でした。
ダートオリオモンカップ決勝 C グループ終了しまして、続きまして最終決勝です D グループへ参ります。ご準備お願いしますね。ご準備お願いします。9番、はい、ではグリッドを押してください。1番グリッド、ワッタン、2番グリッド松村選手、3番グリッド西村選手、4番グリッド浮谷選手、5番グリッド水越選手、6番グリッド赤木選手、7番グリッド玉木選手、8番グリッド塩坂選手、9番グリッド堀田選手で、アルカリがワッタン、松村さん、西村さん、赤木さん、この辺、浮谷さん、浮谷さんも、うん、はい、スターティングマーシャルありがとうございます。まあ、アルカリも序盤ね、出たかい頭6だ、頭6だ、頭6台全員アルカリ、え、水越さんちゃう、水越さん、日水、うん、はい、では参りたいと思います。トーリンモンカップ決勝 D グループ6分間周回です。スタートです。スタート10秒前。さあ、スタートしました。トーリンモンカップ、おっとクラッシュバッターがさあなんとか戻って、さあトップで帰ってきたのはネオクラワッタン、2番手松村、3番手西村、4番手浮谷、おっと戻った、倒立しました。さあクラッシュ、あ、ボディ外れた、あ、転倒、真ん中転倒、あ、ボディテーピングしてへんかったんか、よかった、ファイナルじゃなくてよかった、ファイナルはボディテーピングしてや。さあトップネオクラワッタン、2番手松村、3番手浮谷、4番手赤木、5番手水越、6番手塩坂、7番手堀田、8番手玉吉、9番手西村、残り5分、さあ残り5分です。おっと、さあトップへ帰り、さあ松村トップに立った、ネオクラワッタン2番手、限界プレッシャー、そして赤木、浮谷赤木、おっとさあクラッシュだった、うお、うまい、さあ浮谷赤木もテールツノーダー、3番4番、5番手水越、6番手やっべやっべ、さあおお、さあこれで浮谷が2番手浮上だ、トップ松村、2番手浮谷、3番手赤木、4番手ワッタン、5番手水越、6番手塩坂、7番手堀田、8番手玉吉、9番手西村、さあトップ松村、現在ストレートから1コーナーに入っていく、白地に青蛍光イエローのマシン、2番手はブルーのマシンが浮谷、その後ろグリーンが赤木、すぐ後ろネオクラワッタン4番手、5番手が蛍光イエローの水越、6番手塩坂、7番手堀田、8番手玉吉、9番手西村、さあ赤木ワッタン入れた、クラッシュ、さあ取った、さあ残り時間は3分40秒です、残り時間3分40秒、さあトップ松村このまま逃げ切りたいところ、浮谷が後方 1.1 秒、ストレート2台、3番手赤木がグリーンのマシン、4番手水越が蛍光イエロー、あっと赤木がミス、さあこれで水越が1つポジション上げて3番手、4番手赤木がミスっていうぞ、さあこれで、さあちょっとポジション入れ替わりがわからないところ、トップ松村、2番手浮谷、3番手これで水越ですね、4番手赤木、5番手ワッタン、6番手塩坂さん、7番手西村、8番手堀田、9番手玉吉、堀田玉吉この辺は周回大丈夫かな、まあレース終了後にチェックいたしましょう。残り2分45秒です、レースは残り2分45秒、6分間周回レース折り返し地点を過ぎております。トップ松村、さあこのまま逃げ切れるか、現在ストレートから1コーナー、後方浮谷が 1.1 秒、さあまだまだ分からない、トップ松村、2番手浮谷 1.1 秒差、3番手は水越、水越は前との距離 3.6 秒、4番手に赤木、5番手ワッタン、6番手塩坂、7番手西村、8番手堀田、
9番手玉吉。レース残り時間は2分15秒です。残り2分15秒。さあ、トップ松村、2番手浮谷。ここが距離が1秒切ってきている。0.9 秒差。さあ、ワンラップのワッツさんがプレッシャーをかける。そして3番手は単独水越、4番手赤城、5番手バッタン、6番手西村、7番手塩坂、8番手堀田、9番手玉吉。さあ、松村浮谷、ここが近い。さあ、この周回でコーナー一つ分というところ。さあ、ストレート2台が1番2番、0.7 秒差。さあ、水越は単独3番手、4番手赤木、水越赤木もまだ少し、さあトップ、さあテルツノーズ前クリアだ。松村浮谷テルツノーズだ。さあ、レース残り時間は間もなく1分となります。残り1分5秒。さあ、トップ争いガチンコ対決、松村 VS 浮谷。さあ、3番手は水越単独、4番手赤木、5番手ワッタン、6番手西村、7番手塩坂、8番手玉吉、9番手堀田。フラッシュ。さあ、残り2分。さあ、トップ依然テールツノーズ。レース残り30秒。さあ、松村浮谷、最終局面。さあ、前はクリアだ。さあ、残り20秒。さあ、浮谷仕掛けるが。さあ、松村もブロック。さあ、残り10秒。ファイナルラップ。トップ争いファイナルラップ。さあ、どうだどうだ。タイムアップ、ゴールゴール、ナイスです。さあ、まだまだレースですよ。ゴールゴールゴール、レース続行中。ゴールゴール、もう2台。はい、全車ゴールです。ゴール松村選手、新浮谷選手、水越選手でした。後続ミスカウントあるかもしれませんので、マイラップでプリントアウトをチェックしておいてください。はい、お疲れ様でした。以上にて本日登竜門カップ終了です。また来週よろしくお願いいたします。